どうも、今回なんですけれども、久しぶりにレノファ山口について触れていきます。もうね、皆さんご存知の通り、夏花監督退任が発表されました。はい、なので今回はこちらについて、ありきたりな言葉ではなく、今僕が思っていることをですね、本音で喋っていこうと思います。あまりこう画面とかもね、変わらないですから、もしかしたら退屈な動画になってしまうかもしれないんですけれども、もし興味があるって方はですね、ご覧いただければ嬉しいです。そして一つ、中にはですね、この話を聞いて不快に思われるレノファサポーターさんもいらっしゃるかもしれないです。はい、なので、あまりそういうのが見たくないなって方はもう今すぐ閉じられた方がいいと思います。はい、閉じることをお勧めします。ですが、もし、ちょっとでもね、興味のあるマニアックな方はこのままご覧いただければと思います。それではやっていきましょう。それでは初めに、皆さんと一緒にですね、ここまでの今期のレノファ山口どういう成績だったのかなっていうのをもう一度簡単に振り返ってみようと思います。現在、第14節まで終了しているんですけれども、3勝5分け6敗そして得失点差マイナス14ということで、かなりちょっとこれ痛いんですけれども、一応そういう得失点差になってます。うち、13得点で失点が27ということで、かなり多くの失点を重ねてしまってるっていうのが現状です。で、そしてレノファね、今年プレーオフ圏内を狙うっていうことでシーズン当初から明言されていたわけなんですけれども、現在18位に沈んでおりまして、目標とするプレーオフ圏内一番下が6位なので、ヴァンフォーレ甲府さんのね、勝ち点23っていうところ、ここと比べた時に今勝ち点9ほど差が開いてます。単純にこの勝ち点9を縮めるためには3試合勝てばいいんですけれども、実際は他のチームも当然ね、試合をしているので、全体的な勝ち点の平均点数っていうのは自然と上がってきますから。で、得失点っていうね、かなり大きな痛手も負ってるので、結構厳しいって言えばかなり厳しいっていうのがやっぱり現実です。で、あまり口に出したくなかったんですけれども、もう触れないわけにはいかないんですよね、これは。降格圏、はい、降格圏までも勝ち点2で、一番下のいわきとも、勝ち点3ですか、もう一試合でひっくり返る。得失点いわきさんね、結構打ち寄りしちゃってるんですけれども、一試合で一番下と入れ替わるぐらいの成績にはなっているっていうのが現状です。この結果を受けまして、で、数字から見てもですね、あくまで僕の個人的な意見なんですけれども、監督交代っていうのはかね、妥当だったのかなというふうに思います。そして、なんといってもホームの清水戦で0対6っていう大敗をしてしまったと、あそこで、クラブがね、どういう判断をされたのかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、ちょっと決定的な試合になってしまったのかなと思ってて、あとはもうどこまで引っ張るのかって、ちょっとね、表現があんまりこれ良くないんですけれども、ある程度決まってたのかななんて自分の中では勝手に想像してたりします。といったところまでが、簡単な触りの部分にはなります。そして、ここからがですね、一歩踏み込んで、じゃあ自分が今本心何を思ってるのか、そしてこれからどうしていった方がいいのか、どうすべきなのかっていうのを全然考えもまとまってないんですけれども、で、言う権利も言う権限も全くないんですけれども、一サポーターとして喋っていこうかなと思います。ということで、やっていきます。で、特に画面とかも変わらないので、もしかしたら退屈になるかもしれないです。すいません、もうラジオ感覚ぐらいな感じで、何か作業しながらとかでもいいんで聞いていただければ嬉しいです。はい、やっていきます。はい、まずですね、今年レノファトップ6を目指すっていうことだったんですけれども、で、年明けの動画ちょっと出しまして、順位予想みたいなね、ところで多分レノファ12位か13位ぐらいじゃないともう
レノファサポーターとして発言しちゃいけない発言をしてしまったんですけれども、現状ね、まあ、18位で、やっぱ今年は苦しむなっていうか今年も苦しむなっていう風に見てました。これ別に後出しじゃんけんとかじゃなくて、本気でちょっとまだそのプレーオフを目指すには早いんじゃないかって思ったし、私本当に何ですかね、昇格を狙ってるチームってプレーオフを狙うって言わないと思うんですよ。あの昇格しますって言うと思うんですよ、要は自動昇格圏内をね狙うっていう。でもそれを明言しないと、あのプレーオフに絡むって言わないと、それはそれでサポーターにとっては多分もしかしたらつまらないって思われる方もいらっしゃるじゃないですか。だからクラブもやっぱり今回思ったのが難しいなっていう、自分たちの立ち位置とでもファンサポーターさんであったり、スポンサーさんのいろんなこう目もある中で発言をするっていうことがものすごく難しいなっていうふうに、一サポーターでありながら思いましたね。まあ、こんなこと言ってしまうと本当に良くないんでしょうし、もし仮に本気で目指されてるのであれば、それはもう思いっきり謝罪したいんですけれども、ただまあサポーターによってもいろいろ求めるレベルが違うと思ってますから、それで言うと僕は全然あのレノファに対して全く焦る必要ないよって、落ちなければそれが正解ですからねって思ってるうちの一人ですから、焦る必要はないと思います。ゆっくりやってもそれはそれでいいんじゃないかなって思ってます。それと別で今回の動画で一番喋りたかったことがあるんですけれども、それが何かっていうと、レノファってレノファらしいサッカーっていう造語がなんとなくあると思うんですよね。で他のサポーターさんなんかにもイメージはあると思ってて、攻守においてアグレッシブ、常に主導権を握り続けて、でなおかつ守備においても前線からボールを奪いに行って常に相手コートでサッカーをしたいよねっていうような、そういう造語かな、レノファらしいサッカーっていうのがあると思います。僕自身このレノファらしいサッカーっていうのが今のレノファにおいてはかなり足かせになっちゃってるなっていう風にずっと見てました。何かこう一つのテーマというか、これを元にサッカーをしていきましょうねっていうのはものすごくいいことだと思います。で実際に過去にはもう結果も出してますし、それによって、ファンサポーターさんが増えたっていうところもあると思います。で当時だったら2点取られても3点4点取り返せばいいよねみたいな、そういう攻撃的かな、いわゆるなサッカーを展開されていたのかなっていうふうに思うんですけれども、実際のところですね、ちょっと厳しいような言い方をするのかもしれないんですけれども、もう個人的な意見ですよ、もうそういうサッカーは再現できない、あの頃のレノファっていうのはもう取り戻すことはできないと思ってます。だからこそ今回はですね、監督もそうなんですけれども、石原 GM も同じく退任されたっていうことで、まず大前提としてお二人にはものすごく感謝はしております。その上で、一つ何か今クラブ自体は変わろうとしているんですけれども、現場レベルではやっぱり変えれてなかった、アップデートできていなかったっていうところが実際のところだと思ってますから、まさに今変われるチャンスだと捉えてます。今まで実際に自分たちが大事にしてきたレノファらしさっていうのは失うことの恐怖もあるのかもしれないんですけれども、でも自分はねやっぱり攻めてほしい、実際にじゃあどういうチームの方向性に持っていったらいいのかっていうのは明言はできないんですけれども、ただ一つ安心したことがあるんですよ。それが何かっていうと、後任がまだ未定だっていう発表があったことです。
ちょっとおかしいこと言ってるのかもしれないんですけれども、僕はそれを聞いてものすごい安心しました。というよりもちょっと嬉しかったです、おそらく今までの現状を維持していくような路線だったら、もうね、もしかしたら後任なんかは決まっていたのかなとか想像が働くんですけれども、これが決まっていないってことはまだレノファとしても模索している段階、今後どういう方向性でチームを作っていくべきなのかっていうのを考えられてるんじゃないかなって思うんですよ、自分は。もし本当にそうやって考えられてるとしたら、それこそ本気でピッチレベルでちょっとチームを改造しよう、このままじゃ良くないから、どうしていくべきなのか真剣に考えられてる証拠でもあるのかなっていうふうに思ってます。だから、ここで僕が伝えたいのは、レノファさん、旅に出ませんかと、焦る必要はないです。もう降格しなければ、何回も言いますけど、降格しなければそれが正解なので、もう一度自分たちを見つめ直す、見つけ直す旅に出てもいいんじゃないかと自分は思います。そのために今回監督代行である中山さんにはちょっとしばし耐えていただく期間が続いてしまうのかなと思うんですけれども、そういう捉え方をすると、僕はもうね、すごい気が楽になるっていうか、ものすごい前向きになるし、まだまだこのクラブは発展できる、自分たちはこのやり方でしかむしろ良さを発揮できなかったっていう固定概念みたいなものを全部取っ払って、また新たに作り直すチャンスなんじゃないかなって思ってます。ということで、今回ここまで長々と喋ってきました、もうまとめずにですね、考えながら喋っちゃったんで、自分も正直何が言いたかったのか分かんないし、多分言いたいことのほとんど半分も言えてないはずです。はい。ただ旅に出てもいいよねって、もう一度見つけ直す時間であってもいいよねっていうのは、伝えたかったのかなと思いますので、はい、そんな感じです。あとそれとですね、一番最後になるんですけど、現体制、小山会長はじめ渡辺社長体制になってますけれども、僕は全面的に支持をしております。というのも、そうじゃなかったらこういう YouTube とか絶対やってないですし、人にこう何かをやらせよう、何かチャレンジしてみようかなっていうきっかけを与えてくれるのが今の体制だと思ってるので、それで言うとうちのクラブはまだ運が良かったのかなと思ってます。はい。全然変われるチャンスはあるし、下を向く必要は、ない。夏香さんがそれこそよく言われてますんだけど、そこにおいては下を向く必要は全くないなって思ってます。ただ昇格っていうところにおいては、自分に関してはちょっと厳しいのかなって思ってるんですけれども、ピンチはチャンスですよね。本当にピンチはチャンスだと思いますので、これを機に、新生レノファ山口が見れるのかなってちょっと勝手にウキウキしている自分がいちゃったりもして、気持ち悪いなって思いながら今回の動画を終了したいと思います。すいません、最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、していただければものすごく嬉しいのでよろしくお願いいたします。それではまたレノファの動画、ちょっといつ上げるかわかんないんですけれども、上げれる時に上げたいなと思ってますので、よろしくお願いします。土曜日徳島ね、勝ちましょう。自分いけないんですけど勝ちましょう。